ポール・プルドームは、ケージャン料理が、専門のアメリカ合衆国の有名な料理人である。ニューオーリンズのトップのレストランの一つ系ポールズ、ルイジアナ・キッチンのオーナーでもある。13人兄弟の末っ子として、プルドームは、ルイジアナ州オペルーサスの農家で生まれ育った。家族は料理人として働いており、ラファイエットでレストランを経営していた。彼は、ニューオーリンズのコマンダー。 エスパレスの料理長となった。1979年、彼と最初の妻のケープルドームは、ニューオーリンズのフレンチクオーターに、ケーポールズルイジアナキッチンを開店した。2008年3月、プルドームは、ゴルフ大会中リッヒクラシックオブニューオーリンズのケータリングを行っていた際、22口径の流れ玉を受けた。彼は最初、腕を鉢に刺されただけで、 処置をする必要はないと思ったくらいであり、5分も経たずに料理に戻った。プルドームは2010年10月に2番目の妻、ロリ・ベネットと結婚し、ラスベガスで挙式した。彼は自身最初の料理本のチョコチップクッキーのレシピの中で初めて彼女について言及した。プルドームはニューオーリンズの公共放送サービスワイズ t v で5シーズンの料理番組を担当した。 ありがとうございます。